はい、皆さんお疲れ様です。開店と常時に来ました。買い物などね、いろいろ済ませてね、どうしてもね、卓上カレンダーが欲しくて買いに行ってね、昨日と一緒に行きたいために同じとこぐらいに止めました。朝一なんで、さあ5日目一緒の台を追っていきましょう。はい、今日はね、やっぱり空いてます。28、28で昨日終わってますね。22の21で止めたんですよね。よくなってるね。あ、あ、この辺逆。なるほど。うん、だいぶ前ですもんね。22だから6と7当たってね、13回あれから当たって127か。私が130なんでね、やめたので、やっぱり良くなったんだな。結局以来になりましたね。結局私は5600回転まで打ったので、ああ、どうなんだろう。うん、微妙ですね。はい、今日の初テカリ100以内なんですけど、なんとなんともうこれ4000円と22枚しかありません。全然まだ最初がね20回転、次が、30回転、2回でね50回転しか回らなかったんで、はい、やっぱり追加投資してない。ちょっと私が覚えきれないんで、一応6000円。今回はマリが良かったですね。4000円で当たって、22枚残して当たって、5000円入れて6000円と、178枚回ってくれました。339ということで、まず引っ張らせます。よし、この前がバーなんですよ。すごいよね。まあ500、600超えてますね、ビッグの感がね。まあその辺も40回転かな、53か、53で当たって、それが140と、140、その前が、40と、でここで見せた動画ですね。その後はこんな感じで来てます。なんとか超メダル、周りがね戻ってきてくれたんでよかったです。投資も6000円のままギリギリだったんで、動画を撮りました。よかった。ちょっとね、ここがね50枚あれば6000円でね、プラマイゼロだったんですけど、ちょうどここがね36枚しか今日借りれないんで、まあ今度しましょう。はい、後ろがねちょうど中段釣りの音聞かせようと思ったらね、間に合いませんでした。ここがね、2、3回テカりました。テカったてか、ついたり消えたりしました。間違いない。一瞬だったんですけどね。なので当たりだと思います。はい、テカりましたということで追加しましたね。5000円を入れましたので、1万1000円ですね。あの後ここで見せましたね。で、あの後バーが来ちゃったんですけど、998回転ぶりのバーということで、これもバーだと、ここがね私分岐点だと思います。これがバーだとビッグの感覚も1000回転超えると思いますので、はい、これはね私の今までの負けてきた台と一緒ですね。2万円、3万円押すかな、負ける台だと思いますので、今合計して117立ちは4回だ、7、100、4、
44なので、まあ、そしてバーが当たったとしてもリスクはね、あと250回転は出てこないと思います。やっぱり5秒したら来ましたね。来るかなと思ったんですけどね、5秒したらここが光った時はビッグ確定なんですよね。光ってましょうということで4回転来てくれました。コント戻ったらね、約800回転ぶりの、ビッグ、そして今またビッグということで一応1万1000円入れてるのでプラス乗ってないこれだけ回したんでね、ほら、ありがとうございます。当たらず終了ですね。結局今回が800だったんで1550回転ぐらいですね。バーが来てないというところで、はい、一旦あの台を追うのはねやめようかなと思います。まあ、楽しかったですね。昨日の勝ち分があっけなく消えていったという流れですけどね、まあ、遊べる範囲で遊んでいくということで、一応今月1月の中旬ぐらいはね、もう中旬か、もう15日やもんね。はい、これから1週間ぐらいはちょっと仕事がハードになるので、注意して、もう来れないと思いますので、はい、そういったことになればなと思います。ご視聴ありがとうございました。